サルガニョーラ・ダル・バリエスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ。バリエス・ウクシダンタル郡にあり、バルセロナ都市圏に含まれる。2018年の人口は57,740人。バルセロナとの間には、カタルーニャ海岸山脈に含まれる、コイサローラ山地が横たわっており、標高約300メートルから約500メートルの山地が、バルセロナ市街地と、 サルダニョーラ・ダル・バリエスを隔てている。カヌリベル・イベリア人美術館2002年には約3万社の企業が集積するアンビット B30 の核として408ヘクタールのバルセロナシンクロトロン工業団地が完成した。この工業団地には放射光施設であるアルバなどがあり、バルセロナ自治大学の研究施設などもある。この工業団地は カタルーニャ科学技術工業団地ネットワークの一部である。古代のイベリア半島に居住していたイベリア人に関する遺跡としてサルダニョーラ・ダル・バリエスにはカヌリベル遺跡があり、この遺跡は2017年2月21日に重要文化財に指定された。2010年にはサルダニョーラ・ダル・バリエスにカヌリベル・イベリア人美術館が開館した。 バルセロナ自治大学1968年にはバルセロナ第二の公立大学としてバルセロナ自治大学が開学したが1969年以後にはバルセロナ自治大学のメインキャンパスがサルダニオラダルバリエスに建設された現在のバルセロナ自治大学の学部の大部分はサルダニオラキャンパスにある鉄道路線のセルカニアスバルセロナやカタルーニャ公営鉄道には バルセロナ自治大学駅があり、大学はバルセロナ市街地と鉄道で直結している。道路では A-7 号線、C-58 号線、N-150 号線がサルダニョーラダルバリエスを通っている。鉄道では2事業者がサルダニョーラダルバリエスを通る路線を有している。レンフェのセルカニアスバルセロナにはサルダニョーラダルバリエス駅とバルセロナ自治大学駅がある。 カタルーニャ公営鉄道には、ベリャテラ駅とバルセロナ自治大学駅がある。ありがとうございます。